シュラマル。ねえ、どういうことなの？本当ありえないわ、この泥棒猫。今まで私のこと嘲笑ってたんでしょう、卑怯者。え、マイカさん、ちょっと待って、どうしたの？何事？すっとぼけないでよ。私もう全部わかってるんだからね。だから何よ、主語がないといつまで経ってもわからないよ。いい加減にしてよ、もうバレてるんだから。前みちこさんに話した私の学生時代の片思いの相手、その彼と結婚してるのがみちこさんだってことを。は彼って、え、どういうこと？え、またすっとぼけて、本当ありえない。みちこさんとは仲良くできそうだと思ってたのに裏切ったわね。いや、裏切れも何も。確かにマイカさんが引っ越してきてからなんやかんやタイミングが合わなくて、うちの旦那と会ったことはなかったみたいだけど。そうよ、それをいいことにみちこさんは私をバカにしてたんだわ。いやいや、マイカさんから片思いの相手の名前を聞いたこともなかったし、旦那とマイカさんがこっちで顔を合わせたことがなかった以上、私が知るわけないでしょ。そんなことない、なんだかんだ知ってたに決まってる。なんだかんだってそんな無茶苦茶な。っていうか、どうして片思いの彼がうちの旦那だって分かったわけ？さっきコンビニから帰ってきた時にみちこさんの家に入っていく彼を見かけたの。声かけたけどちょっと遠かったから聞こえなかったみたいで。それで私にこんな LINE を？悪い？泥棒猫を責めることの何が悪いの？だから知らなかったんだって。何笑ってんのよ。だって笑わずにはいられないでしょ、とんだ言いがかりだもの。よく考えればマイカさんだってわかるでしょ、うちの旦那が。ああ、もう旦那旦那言わないでよ。彼は本当だったら私の旦那になるはずだったのに。慣れ慣れしくしないで。いや、慣れ慣れしくって言われても夫婦だし。うるさい、返してよ。まず一つ目に、旦那はマイカさんのものではないし、そもそもものですらないわよ。そういうへりくつなんかいらないわ。覚えてなさい、私絶対に取り戻してみせる。みちこさんの魔の手から彼を救ってみせるんだから。わあ、燃えてる。私に触れたらやけどするわよ。ふる、いちいち突っ込まないで。今日はこれくらいにしといてあげるわ、ありがたく思うことね。私の名前はみちこ、夫と一人の子供と小綺麗なアパートに住んでいる平凡な主婦です。そして空いていた隣の角部屋に引っ越してきたのがマイカさん。引っ越してきてからもう2ヶ月は経ちますが、タイミングがなかなか合わずに私の旦那と彼女たちご家族が顔を合わせることがありませんでした。私の旦那を知る前の彼女はちょっと破天荒なところや乙女チックなところもありながらも、常識的にお話しすることができる良いママ友でした。最近ではお互いの家でお茶することも増え、これからもっと仲良くなれると私自身そう思っていたのですが、聞いての通りマイカさんの学生時代の片思いの相手というのが旦那だったらしく、あの会話以降私たちの関係はガラリと変わってしまったのです。私の彼だったのにだとか地味な嫌がらせに始まり、ひたすら私下げな発言を繰り返してきます。無視しようにも集合住宅でお隣です。どうやったって彼女の悪意が目にも耳にも入ってきます。返しなさいなんて言葉もよく言われるようになりましたが、変な話、私に言っても無駄じゃないか、旦那に直接言えばいいのにという気持ちがなくもないです。家族を溺愛している旦那がどう断ってくれるかがちょっと気になってしまいます。と、冗談はさておき、これからまた一波乱ありそうな雰囲気なのです。なんでよ、私のお金と高級温泉で旅行なんて許せない、取り消しなさい。いや、開口一番どうしたの、荒ぶりすぎよ。だいたい彼と旅行っていうか家族旅行に行くだけなんだけど、うちの子も一緒よ。そんなの関係ない、二人っきりだろうが同行者が何人いようが、私以外の女と旅行に行くのが許せないって言ってるのよ。はあ、そうなの、そろそろそういうの飽きてきたしどうでもいいんだけど。何よ何よ、ん？同行者、私以外の女と行くのが許せない。な、何？どうしたの？聞きたいような聞きたくないような。私が一緒に旅行に行けばいいのよ、これならかろうじて耐えられるわ。もちろん私と彼が同室ね。いいわよね。もちろん夫婦仲に自信があるようだし、自信あるなら私と彼が一晩二人きりでも問題ないでしょ。またとんでもないことを思いついたわね。もちろんお断りよ。はあ？
もしかして自信ないの？私の方が魅力的だから自分の旦那取られると思ってる？いいえ、そんなことみじんも思ってないけど。負け惜しみよつ。悔しかったら私も旅行に。同室になんてしないし、そもそも連れて行きもしないわ。なんでよ。普通に考えて、家族旅行に他人がついてくるの自体おかしいわ。これがマイカさんじゃなくて他のママ友でも断ったわよ。旦那への好意の有無に限らずね。何よ、強がっちゃって。連れて行かないと後悔するわよ。後悔ならもうしてるから。あ、どういうこと？マイカさん、あなたが引っ越してきた時に親切にして仲良くなろうと声をかけたことを後悔してるってことよ。は、本性を表したわね。こんなクズ女と一緒にいたら彼が不幸になってしまう。早く彼を救ってあげなきゃいけないわ。もうなんかの宗教みたいね。ああ、こういうのをストーカーっていうのかしら。失礼ね。ストーカーなんて不純な奴らと一緒にしないで。私は純粋な気持ちで彼を守りたいと思ってるの。多分ストーカーはみんな同じことを言うわね。うるさい、うるさい。てなわけで、もう用件は済んだようだし、さようなら。後悔させてやるんだから。マイカさん、ちょっとこれどういうことなの？こんなの困るわよ。うちの前にお子さんを放置していくなんて。あ、おはよう。私にしては結構いい案じゃない？話はうちの子から聞いたでしょ。話って私たちの旅行を邪魔するために？私に面倒を見てもらえって言い残してお子さんを置いていったってこと？まあおおむねそんな感じ。でも旅行を邪魔するつもりはないわよ。は？どういうこと？この旅行はあなたに代わって私と彼だけで行ってくるから。つまり旅行を邪魔するんじゃなくて美智子さんの邪魔をしたかっただけ。最悪、ここまでやるとは思わなかったわ。褒め言葉として捉えるわ。子供のことそっちでよろしくね。彼は私に任せてくれればいいから。じゃあね。あ、ちょっと待ちなさいよ。ねえ、もうすぐ高級旅館に到着。道中ググったんだけど、ここって高級和牛と高級海鮮の懐石料理が売りなのね。彼とあんなことやこんなことをしながら海や陸の幸を堪能できるなんて、長年片思いしてきたのがやっと実るのね。ああ、マイカさん、やっと LINE 見たんですね。道中邪魔されたくなかったからさっきまでブロックしてたわ。もしかして、やめて、行かないで、旦那を取らないでとか、みっともないこと言ったりした？それならちょっと見たかったな。そんなこと言ってませんよ。あ、そう、そういえば彼はもうすぐ着くのかしら。美智子さん、何か知ってる？うん、もう旦那さん着いてるって聞いてるわよ。え、さん？ちょっと何言ってんの。普通自分の旦那にさんはつけないでしょ。あ、もしかしてもう離婚してくれて私に彼を返してくれるっていう意思表明？いや、そういえば話は変わるんだけど、一つ聞きたいことがあるの。いいかしら。なんか変な感じ。別にいいけど。一体何よ。うちの旦那のことがずっと好きだったんなら、どうして今の旦那さんと結婚したの？え？なんだ、そんなことか。最後に引き止めるつもり？残念でした。今の旦那と結婚した理由なんてね、妥協でしかないわよ。稼ぎだけはいいしね。ふーん、そう答えてくれてありがとうって言ってるわよ。は？言ってるって誰が？ねえ、さっきから美智子さんおかしくない？何もおかしくないわよ。おかしいのはマイカさん、あなただけ。何が言いたいの？もうはっきり言ってよ。まず最初に自分の旦那にさんつけるのがおかしいって言ったわね。それが何よ。自分の旦那じゃないからよ。え、それってどういう？待ってるのはうちの旦那じゃなくてあなたの旦那さんってこと。は？え、何？どういうこと？ちょっと待って、戻らなきゃ。言い訳何にしよう。どうしよう。美智子さんがバラしたの？バラしたっていうか、お子さんをお迎えに来てもらってるだけよ。私たち予定通りそっちに向かってるから、一足先に着いた旦那さんに引き取ってもらうのよ。最低、ひどすぎる。まるで子供みたいね。でもうちの旦那バカだからごまかせば。そうはいかないわよ。他に何ができるっていうのよ。 LINE なんか履歴消しちゃえば。一緒に見てたもの、この LINE。 は？最近は便利ね。 LINE のビデオ通話で LINE 画面の共有ができるんだもの。え？わかる？通話を通してあなたの結婚理由を聞いたのは
私じゃなくて旦那さん本人よ。ってことは全部バレてるってこと？そうなるわね。あ、バス途中で止められないって言われちゃった。あ、もう旦那が見える。もう終わりよ。逆になんでうちの旦那が素直に待っていると思っていたのでしょう。もしかして両思いだとでも思っていたんでしょうか。そんなことがあるはずもなく、マイカさんからの連絡が途切れた後、私は冷静にお隣の旦那さん、つまりマイカさんの旦那さんへ LINE したのでした。連絡用に交換していたものがまさかこんなところで役立つとは思ってもみませんでしたが、私と彼の甘いひとときがみちこさんのせいで、みちこさんのせいで。あれ、もう話は終わったの？おかげさまで少しも終わる気配ないわよ。トイレに逃げ込んでるだけ。ああ、そんなことしても無駄じゃない？袋のネズミでしょ。絶対許さないんだから。待ち構えていた旦那さんに無事捕獲された彼女は、合流したお子さんを連れて旅館からトンボ帰り、向かった先は義実家だったそうです。お子さんが今回放置されたということで、今後お子さんがまたこんな目に遭うことがないように義両親の監視がある義実家に引っ越すことになったとのこと。さらに私とマイカさんの LINE をずっと見ていた旦那さんからは、お前が唯一評価してくれるこの稼ぎでこれからも養ってやる、永遠にな、と今後一切の自由を奪われ、飼い殺しになったのだとか。そしてうちの旦那から彼女宛に手紙を送っていたそうで、それを見てマイカさんは再起不能なほど撃沈。マイカさんへの嫌悪感とともに、私たち家族をどれだけ愛しているかしたためた手紙だそうですよ。ある意味忘れられない強烈な旅行となりましたが、家族の愛情を再認識できた旅行にもなったので、いい思い出です。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。